はい、ノボービーエレスパーサがやっていきたいと思います。はい、ふつは、第113回 SR チケットで戦力補充やっていこうかなと思っております。そして、今出る限定キャラと言いますと、7つの大罪のキャラクターたちが出るようになっております。こちらですね、ゴールデンコンビ、ミサキ、大空翼、葵。で、トップスターの月吉、メリオダス、エリザベス、バン。こちらのキャラクターたちが出るようになっております。まあ、公開日の関係で5月1日以降に公開されていると思いますが、こちらではなく、ちょっと早めに引こうと思ってます。まあ、このキャラクターたちね、うん、高山、桜庭、で、あとサンタの星宮と、あとアガリーか。まあ、そのあたり、サブアが持ってます。なので、正直なところね、うん、狙いは7つの大罪のキャラクター狙っていきたいんで、早めに引かせていただきました。では、ガチャの方回していきたいと思います。行きましょう。まあ、とりあえずね、今回 RPR のそれぞれのキャラクターたち手に入れてまいりました。まあ、スタジオムイベントで、ね、パパッと終わらせて、チャリン使って終わらせたんで、とりあえず RPR は確保しました。なので、解放もね、それで進めていけたらなと。もし SR が当たってくれれば、解放進みますので、当たっていただきたいです。はい、翼くんの R。で、まあ、とりあえず RPR はそんなに出る、まあ、出ても PR 出てくれればワンチャン解放って感じなんで、はい。で、正直ね、今回ね、あまりガチャを引きたくない。はい。あまりガチャを引きたくない。まあ、むちゃくちゃ強いんだろうけども、なんて言うんだろうな。代用効くんじゃねえのと思っちゃってます。エリザベス以外は別の、うん、ランクアップ金徳のキャラクターがいますんで、まあ、無課金アカウントとなると、ちょっと、優先度は低いんじゃないのかなと思ってる部分があります。まあ、今後使ってみて強かったら引くかもしれませんので、まあ、それはガチャ解説でお話をさせていただこうかなと考えております。はい、ここまではそこまで限定キャラが出ておりません。翼くんの R が出たぐらいかな。それ以外は限定キャラが出ておりませんので、SR、10枚ありますんでね。SR チケット 100% が10枚ありますんで、そこで1枚でもかすってくれると嬉しいかなと。あ、翼、PR。残念。サブアカはね、翼が50になってます。はい。まさかの50になってますんで、翼くんは出なくて大丈夫です。はい、では 10% いきましょう。10%。さあ、1枚ぐらいは虹玉そろそろ出てもいいんじゃないのかな ?10%。来る?来る確率は結構高いけど、オッケー、ナイス。さあ、虹玉で抜けよう。虹玉で抜けていこう。4枚目です。4枚目で、暗転。限定キャラ。いやー、テオか。残念。あー、エリザベス、ここで来ちゃった。エリザベスの PSR 欲しかったなー。うん、まあ、それは仕方ないですけど、ワンチャンね、なんかオールとかのね、SR も当たってくれても嬉しいよね。うん。ソメイちゃんも嬉しい。はい。では、20% いきます。さあ、ここでも虹玉。ここでも虹玉出てほしい。そして暗転してくれればね、ほぼいいキャラクターが来ると思ってます。そしてこれは虹玉確定。OK。さあ、暗転して、桜園学園高校のキャラクター。でもいいよ。さあ、3枚目。来い。わー、限定キャラだけど、限定キャラだけど、俺確か美咲くん45になってた気がする。あれ、美咲45だよね。PSR 持ってないもんね。はい。うん。もうこれはもういいです。はい。美咲くんが当たっちゃいました。はい。では続きまして、SR30%、8枚。珍しく結構 30% が溜まってくれました。で、ここは3枚以上来てくれると勝ちです。2枚ならちょっと負けかな。はい。1枚は確定です。さあ。さあ。そろそろ暗転してくれてもいいんじゃない?おわっと、1枚。1枚。ハズレだ。でも、ここで限定キャラクターが来てくれれば勝ちだったんだけどね。キクバリン。うん。この前もなぜかメインの PSR チケットで来ちゃいましたね。暗転しちゃいましたね。はい、で 50%、3枚いきます。さあ、3枚とも抜けないから。ワンチャン3枚とも抜けてくれてもいいんじゃない?ワンチャン、ワンチャン抜けてくれても嬉しい。さあ、来い。1,2,3, おーナイス!では、暗転見せてください。暗転行きましょう、暗転。行きます。来たー!ナイス!バン!ありがとうございます。当たってくれました。まあ、正直なとこ言いますと、うん。一番、このキャラクターじゃなかったなって感じはある。うん。まあ、実際ね、ドラケンで代わりができるんですよね。
まあでも、テクニックディフェンスということで、まあドラケンより普通に強いし、ね、ありがたいですね。はい。まあこれ、PR も何体かいたはずなんで、できればこれ45には無理かもしんないけど、解放していきたいと思ってます。ナイス、バンでした。はい。まあバンは最悪フレンドで借りればいいかなと思ったんですけど、まあでもフレンドはあれか、ソメイちゃん借りないといけないのか、当たってくれて嬉しいのか。まあ、よしとしましょう。ありがとうございます。これは助かります。はい。すごい嬉しいです。はい。では、SR。10枚。ここで、当たってくんねえかな。2枚安定してくんねえかな。まさかの2枚安定。来ないかな。エリザベス。唯一ランクアップ金力はやっぱり確保しておきたい。で、できればガチャを引きたくないんで、ここで2枚とも来てくれると嬉しいです。さあ、来い。優先度はエリザベスです。さあ、暗転1枚ぐらいし、もし、来てもいいんじゃないの？桜園学園高校のキャラクターが来てもいいんじゃないの？行きましょう。さあ、暗転来た。お来ました。ありがとうございます。いきなりソメイちゃん。今日勝ちだね。ボロ勝ちだね。ありがとうございます。で、まだこの勝ちを、もっといいものにしましょう。さあ、残り9枚。1枚、暗転してください。さあ、来い。スイーツ回遊。おわ、来た。マジ？メリオダス。ありがとうございます。やっぱり自分ってエリザベスに嫌われてますね。はい。全然当たらないです。でもメリオダス。ありがとうございます。てか、もうあとエリザベス一体だけなんですけど。すごいね。すごい。今日運いいね。残り2枚あるからね、一応。ワンチャン出ないかな。あ、でもこの解放はあまりしなくていいかなっていうところはあるね。実際、天の川高校では月吉くんと被っちゃってる部分がありますんで、ね、なんか津高校なんだろうなっていう感じはあるキャラクターではあります。はい、では残り2枚いきましょう。3点さすがに来ないか。さすがに運はそこまで味方はしてくれませんでしたが、最高の引き引かせていただきました。で、残り10連いきます。はい。これで、ワンチャン、ワラン。ワラン。三代島。どちらが来てほしいです。ワンチャン来てくれたら、マジでいいよ。いや、限定キャラじゃないからね、あいつらね。うん、限定キャラクターじゃないから、この辺で当ててくれると、すごい嬉しい。すごい戦力アップになります。ワラン、三代島。さあ、ラスト、安定してください。で、ソメイちゃんの PR 欲しいです。ソメイちゃんの PR が欲しい。ソメイちゃんの PR が R でした。はい、メイムです。では、ちょっと解放の方を進めましょうか。はい。で、こっち、メリオダスの方は、うん、正直自分はこのまま使おうかなと思ってます。まあ、ワンチャン解放すれば嬉しいかなってぐらいで、はい、食わせます。ですが、もう一体の方はね、ワンチャン、さあ解放、行きましょう。あー、来なかった。まあ、これはいい。バーンはちょっと、使いますよ。普通に使いやすそうだからね。はい。で、バーンは、まあ、実際これ多分 PR1 枚しかないので、PR1 枚しかないので、解放は進みません。多分1解放、2解放しかしないんですけども、実際のところ、まだ PR 手に入れるチャンスはあります。なので、そこで手に入れて、うん、45。まあ、無理かもしんないけど目指したいですね。一応、Twitter のあれで、あれ、3解放した。マジ？3解放しちゃったよ。いや、これで解放運使うんだけど、で、できれば2解放してほしかったんだよな、プラゴで。2解放してほしかった。まあ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 、まあありがたいけど。はい、バン、行きましょう。さあ、解放運、いきます。1。いやー、1解放か。まあ仕方ないですね。これは当たってくれただけ、すごいありがたいです。ね、まさかの7つの滞在のキャラクター、引けるとは思ってませんでした。ありがとうございます。2体も出てくれました。そして、一応この後、PR がツイッターのやつで1枚、ツイッターのやつで1枚と、これでも1枚もらえたんだっけ？もらえないんだっけ？もらえないか。ごめんなさい。これはもらえないですね。これはもらえないんですけども、ワンチャンどこかで PR 手に入れてくれると嬉しいです。はい。で、ちょっと、ソメイちゃんの方も解放していきましょうか。ソメイちゃんね、才能開花もしときたい感じはあるけどね。才能開花足りんのかな？はい、PR2 枚いますね。はい。さあ、解放してください。初期評価上げたい。
1、2、あ、だぞーす。ナイスですね。初期評価上がってくれたかな。上がったね。 OK。 はい。で、染め、本当はね、本当はこれ PSR 当たってから才能開花したいところではあるんですけども、これはもう普通に才能開花しちゃいましょう。足りるかなって問題がある。ごめんなさい、ちょっと足りるかどうかが分かりませんが、足りっかな。でも彼女キャラクターってナンバラもしてない気がするから足りる気がするんだよな。意外と余ってるからね。あ、余ってますね。じゃあちょっとキリン、あ、この辺はちょっと待っといて。あ、キドリちゃんすごい余ってますね。はい、アイユももちょっと待っとこう。キドリはさすがに来ないっしょ、もう。はい、あっちゃん45で、まあ当分来ないでしょうね、この辺もね。 SR はもうバンバン使うしかないのか。あ、でも来そうなんだよな、来そうなんだよ。さすがにこれちょっとやめとこう。来そうな感じはする。この辺はもう来ない。もうスズメちゃんもいい、好きなキャラクターだけどいい。はい、 SROK ね。で、なんとか才能開花できそうですね。才能開花はできそうです。で、相原はもう来ないでしょう。さすがに来ないでしょう。はい、R の方も、相原、OK ですね。いやー、だいぶ戦力アップしましたね。これ ZSS 全然目指せるようなデッキになってきました。はい、ありがとうございます。ソメイちゃん、才能開花までできましたね。いやー、楽しみなデッキになってまいりました。また、いろいろサクセスやっていこうと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつびたー。